骨折？もう一回折ってみる？いや、おじさんが折ってあげようか。いや。どうしたの、その指？遊んでてです、ね。遊んでて。うん、へー。友達と。転んだん？じゃなくて。転ん、うん、遊んでてそのボール避けた時に転んで。野球やってたの？そう。あ、そっかそっか。折れた瞬間ってどうだった？バキってなって落としたの、うん、本当にひびだけど、うん、ちょっとパキッと落としたから。パキッて落としたの本当に。これ小指が使えないと不便なことある？ある。何？あの鉛筆持つとき左だからこうなってる。あ、左利きなの。うん。あれ、おはようございます。おはようございます。そこにいるのはもしかして？ちょっと背中向けですね。おはようございます。どうもどうも、はるばるありがとうございます。今日もいろいろなんか忙しそうですね。お疲れ様で、なんとかかんとか。仕事は忙しいですね。お金も動かないけど普通は仕事も動いてお金も動いてるけど、お金がやっぱりね、なかなかね。意外となんか今古いのと新しいのあるんですけど、大しては大きさ変わんないですね。形は変わってけど。あ、これ古いやつと新型。新しいやつ、ね、あんまり大きさ変わんなかったですね。なんか新しいのが大きいのかもしれない。色の見栄えやったんだよね。あれ、これって売り物ですか？古い方売っちゃいます。あ、これ古い方売り物。今売ります、今売ります。久しぶりですね、なんか売り物って。売り物ってね、そうですね、久々ですね。最近売り物があれだったから。別にこれといってあまり変わりはなかったんだね。あれだけ316キロあるんだね、頭ね。そんな重いんだ。もう書いてある、そこに重さも重量も書いてあるんだよ。そういうことはこっちもやっぱり重いんだろうね。それはあるでしょうね。これやっぱり時代とともにちょっと違うんですか？どっか同じ？変わらず？いやー、どうなんやっぱ、うん、変わらずかな。変わったのって一番そこ、あれがね、あの交換できるような、あの下だけここが変わったっすね。あ、本当だ。これ一体なのか、あの下だけで済むか。あ、じゃあソリがついてるんですね。ソリがついて、あの下が、これもソリあるんだけど、これ一体式なんですよね。そっかそっか。これがこの厚みを取っかなきゃならないってこと。あれは下の、あ、じゃあ鉄板だけみたいな。鉄板だけなような感じですね。そこがちょっと構造が変わったのかな。あとはあれじゃないですか、あの新しいやつ、ローラーね、高さ調整できるんですね。多分なんかそんな感じの気がする。おはよう。ちっちゃいの、大丈夫？ちっちゃいの。あ、ちっちゃいのが。だから2個のチャリがぶっ壊れてんの。